Give up. 近藤勝利、勝利の法則19時になりました、こんばんは、俳優の近藤勝利です。この番組は、あなたが抱える不安や悩みを、一緒に解決する方法を探したり、あなたの成功体験を紹介して、よりよく前に進むヒントをもらおうという、僕とあなたで、勝利の法則をつかむ番組です。今日までね、皆様、どんな1週間を過ごしましたか 明日からはどんな時間を過ごしたいですか今日も僕が声でエールを送ります最近というかもう NOW ですね「マインドリマインド IAM ア」アという舞台が今ちょうど紀ノ国やサザンシアター高島屋で絶賛本番中ですということで皆様今日も最後までよろしくお付き合いください勝利の法則近藤勝利勝利の法則近藤勝利勝利の法則 本日も東京の電車にまつわる勝利ストーリーリ後編です前回はまあ上京したては東京の電車が複雑で乗り換えも大変で時間もかかって遅延もあってよくわかんない時間に電車が来てそれ乗ったら特急だったまあそんな失敗がたくさんあったそういうお話でしたがまあ今回は。 それをどうやって克服したかとかどうやってまあミスを少なくしたかっていう話ですえ皆さん乗り換えアプリっていうのを使ってますよねでおそらくみんなねそれね設定そのまましてるでしょ僕もね設定そのままにしてたんですけどなんかよく見たら乗り換えのスピードをいじれるみたいで ま厳密に覚えてないですけど急いでちょっと急いでちょっとゆっくりゆっくりっていうなんか4段階あって僕ね普通のの人よより歩くの早いいんですよね大きいからだからいつも乗り換えの間が長くて「うわめっちゃ待つじゃん」とか思ってたんですけどそれを教えてもらって急いでにするとちょうどいい時間になるんですよね。 時間が、ね、5 6分短縮されるんですよいつもよりいつもなんかまだ時間あるしゆっくり歩こうって言ってゆっくり歩いて電車に乗ってたんですけどまあなんとねその急いでにしたらすごくスムーズに乗り換えができるようになりましたでアプリだったらこの車両に乗れば次の乗り換えまで楽ですよみたいな車両を教えてくれる機能もあって。 8両編成10両編成で場所が変わるんですけどそれをね乗ってから格段にね乗り換えが楽になってちょっとそれ俺パズルみたいに考えてはいこの車両に乗ってはいこの扉に乗ったら階段が近いのかなとかなんか勝手にそういうゲーム感覚にするとちょっとね乗り換えが楽しくなりました。どの扉からら降りたら 近いとかは書いいいてないんでいつもだから当てずっぽうで3両目のこの3つ目の扉かなっていうのを勝手に予測してやったりしますねそうすることでちょっとゲーム感覚そう楽しみながら電車の乗り換えをやっていますそうもう知ってました多分知らなかったんじゃないですかでも俺も教えてもらったからな知ってるかなこれし知ららなかったら俺す 知ってたらめっちゃあっ今あのスタッフさんたちは首を振ってますね知らないみたいですでもいいよこれするとまあ今でもたまにミスるけど俺この「急いで」より「早く着く場合もあるもん乗り換えの矢印上やったらもう1個早い電車はこれです」みたいな時間もね出てくんのそれに間に合うように頑張ったりするだから乗り換え急いでだったら5分かかる乗り換えを 2分で頑張って行ったりとか早いのに乗ったりします今日もねこのスタジオに来る電車1本それで早い電車に乗ってゆっくりしたけど出口どこだったっけなと思って一回逆の出口出ちゃったなうんそういう失敗はありますあの出口間違えるとかあるねよくある駅じゃなくて目的地入れたらいいんですよ目的地入れたら 次はどの出口が一番近いかってて教えてくれる、はい、だから僕はこのトークをきっかけにちゃんと目的地まで入れようっていうそういう成功までの道筋を今考えました、はい、で皆さんあの一個今日と前回喋ったので気をつけてほしいことがあるんですけどこの急ぎ機能を使ってギリギリに出る時間にするじゃないですかよしこれに行ったらギリギリになるってなったらもし仮に 混んでいたら急ぎの設定の乗り換えは全然間に合わないです。近道勝利、勝利の法則。本日のメッセージ一つ目はこちらの相談。ミクロさん、二十二歳。成功談ではなく。 不安と悩み事なんですがもうすぐ看護師国家試験があります前回受験に失敗してしまい今回受けるのがとても不安ですそしてもう一度受けることに対しての自信が持てませんどうすれば不安なことを忘れ自分に自信を持ち続けることができますかきっと大丈夫って思いたいですはい頑張ってほしいですね、うん、そのミクロさんは二回目じゃん だから周りは多分初めて受けるる人たちもねいっぱいいっぱと思うんですよだからその人たちより勝ってるとこが一回経験してるってことなんですよ経験してるってことは結構大事だよ一回だってそのその場の雰囲気会場の雰囲気とかどういうテストが出るだとかどういう風にテストが配られるとかあと時間配分とか一回経験してるしあと まあ受験失敗したってことは間違いがあったってことだと思うんですよその間違いをこの1年多分克服してきたと思うんですよ僕はやっぱ一回失敗してる人間の方が絶対強いので不安っていうより私は周りよりも利点あるんだぜっていう気持ちで強気な気持ちで。 受験ししててみてはどうでしょうでょ周りがめっちゃ不安抱えてる人を見てああ、私も去年はこうだったよし、絶対私を勝ってやろうそういう強気な気持ちで、えー、試験日が令和3年2月14日、バレンタインですね、その2月14日、ちゃんと勝利をつかんでほしいですね、頑張ってください。はい、続いて、かおかおさんえお悩み相談ですが、一生懸命頑張っているつもりなのに、 報われないときはどうしても気持ちが落ち込みがちになりますそんなとき勝利くんならどうやって気持ちを立て直しますかいつも前向きな勝利くんにぜひアドバイスをいただきたいですよろしくお願いしますうん、まあ、落ち込みますよね失敗したらうまくいかなかったりしたらでも一生懸命頑張ってるつもりって言ってますけど自分が頑張ってると思ってるんだったらそれは頑張ってるんで つもりじゃないんですよその頑張りがちょっとうまくいってないだけ結果が出ないってことはだからまず結果が出るまで頑張ったらいいと思いますし頑張ってるんだったら頑張ってるんですよ周りが頑張ってないって言っても自分が頑張ってると思ったら頑張ってるしなんか自分の頑張りを否定しなくてもいいと思いますはいでまあ僕らも失敗なんてたくさんありますし例えばですけど舞台の稽古で このシーンはい失敗しました次の日はこのパターンでやりますあそれも失敗しました次はこのパターンですって言っていっぱい試していくので間違ったらまた違うことをする間違ったら違うことをするって言ってそういう立て直しが効くんですよまあそれ人生もそうだと思いますし結果が本番だとするとその頑張ってる家庭はだから稽古ですなのでその稽古僕らも頑張ってますし毎日いっぱいいっぱいチャレンジしたらいいと思います はい、人生ね君が主役なんで頑張って主役なんで続いていきますやねちゃん19歳私は理学療法士というリハビリの専門学校に通っているのですが体の構造から病気怪我など覚えることが多すぎてなかなか勉強に気が向きません気が向かないけどやらなくてはいけないという時にやる気を出す方法などありますかうーん なるほまあ勉強に気が向かないっていうより多分あれですねもうやることが多すぎて「わあ無理だ!」っていう投げ出してるって感じだね、まあ、まず専門学校に通ってるってことはこの仕事をしたいからね通ってるわけですからやる気っていうのはあるんですよこの仕事に向けての。 でもその仕事に向けての過程が多すぎてもしんどいんだねじゃあ,、まあこういうのは絶対やることが多いっていうのは、まあ、後回しにしたりすることも多分多いと思うんだ <laughs> それで溜まってるっていうのも絶対あるだからまず例えるなら中学校の時の夏休みの宿題をはい思い出してその夏休みの宿題夏休みにするってなったら ななかなか手が進まんんじゃんでも結構夏休みの宿題とかって最後の日じゃなくて教科によっては1週間前2週間前ぐらいに授業中に渡されるじゃんでもそれって絶対夏休みに残ってないじゃんもうその場でめっちゃやり込むとか絶対この授業中にここまで終わらしてやろうみたいなあるでしょそれって多分まあ早く終わらした方が楽っていうのも分かってるし多分学校にいるから。 それがはかどっちゃうんだ、ね、だから勉強する場所っていううののも、ね、大事だと思うのまず課題が出たらその課題を学校で終わらせるみたいな<お>どう家に帰ると家って、まあ、脳的に休むっていうマインドになっちゃうのよ。だから宿題が手がつかなかったり、まあ、腰を上げるのが重かったりするんだけど。 学校ってし勉強する場所っていうのを絶対体脳は理解してるから、うん、まず学校でできる限り終わらせるっていう努力をしたらどうかなもらったらすぐその日その日でやることを片付けていくと意外に覚えることとかが少なくなって家でただ覚えるだけっていうのになるんじゃないそういう宿題課題とかは学校で終わらすっていう。 ルーティーンをつければもうちょっと勉強やりやすくなるんじゃないやねちゃんそういう手法を試してみてはいありがとう頑張ってね続いてあーたんさん18歳私は今高校3年生でついこの間小学生の頃からなりたいと思っていた警察官の採用試験に高校卒業程度という枠で合格することができましたいいね 4月から採用予定なのですが勤務先が地元からとても離れています初めのうちは仕事に慣れるため自宅に帰ることがあまりできません家族や友達に会う回数が減り少し寂しさやしっかりやっていけるのかなという不安があります不安に感じたりしたときはどういうふうに乗り越えてきましたかおお、強情だねついこの間見ましたよ強情多分あれじゃない 勤務先っていいうか学校ななんじゃない最初はもしかしたら僕の友達もね警察官になった人がいるんですけど「学校大変だ」って言ってました地元にもとか家に帰れないって、うん、でも僕結構ね楽しそうだなと思っちゃったんですよねそんなん言ったら警察官に怒られるかもしれないですけどだって見知らぬ人たちと共同生活でしょ半年ぐらい。 僕はね絶対楽しいなって新しい友達もできるしもしかしたら恋も生まれるかもしれないですしね女性でしょ多分男性の方が多いと思うんで警察学校恋が芽生えるんじゃないとか思っちゃうんだけどなそういうそんなん言ったらダメか不安な人に <laughs> うん僕もあれ多分新しいところに行くのが不安なんでしょうね僕も新しい現場に行く時とか結構不安に感じたり 緊張ししたりしますけど僕はいつも一発目のそういう人がいっぱいいる時の挨拶を大きい声で「おはようございます」とと挨拶するる俺はここにいるんだっていう存在をアピールしてますで結構舞台とかも第一声目出すまでが結構緊張したりするんですよ僕はだから声出すのが多分ね最初緊張すると思うんで一発目はもうアータンさんは特に警察学校だし 大きい声って必要なので大きい声で挨拶するっていうのをすれば少しは緊張や不安は一瞬ほどけるのかなって思いますで大きい声で挨拶すると多分みんな結構この人なんだって興味を示すし喋りかけられる可能性が多分高くなるのでまずそこから大きい声を出すところから始めてください。そしてて仲間をちゃんと見つけて ぜひ、日本の安全を守ってもらえたらなと思います。頑張ってね。僕のことは捕まえないでね。よろしくお願いします。はい、続いて、純いさん17歳。私は今、バレーボールにドハマりしています。お<ー>きっかけは、体育や学校の行事でバレーをやるようになったからです。あと、配球が好きということもあります。経験者に混ざって練習しているのですが。 なかなかボールのコントロールやカバーがしっかりできないこともありますでもたまにいいサーブやスパイクをすると周りの人たちがナイスサーとかナイスキーと言ってくれますそれがすごく嬉しいです最近強いスパイクを上げれたりフローター気味のサーブが打てるようになったりしました本当にバレーボールに出会えてよかったと思いますこれからも上達できるように楽しみながら練習をしたいと思いますはい聞いてますか古舘先生 風田先生よかったですね。配給が好きということでバレエにはまる人間がまたここにいました。嬉しい限りですね、僕も。バレーってこうやって周りが励ましたりすることが多いスポーツだからいいですよね。声を掛け合うんで。一プレー一プレーやっぱり途切れるので、そこで、まあ、ドンマイだったり、そういう。 プレーした人たちに声をかけたりするのでよし頑張っていこうこの1本取ろうとかそういう声かけがあるスポーツだからいいですよね、うん、経験者からすると、まあ、経験者に混ざってやってると思うんですけど、まあ、素人の子がいいスパイクとか決めるとむっちゃ嬉しいんですよ経験者って僕たちが教えたことがこうやって形になってるっていう気持ちにもなりますし本当に一緒に点を取った感じがするので。 すげえ嬉しいんですよめっちゃ喜んでると思いますよそうやって1点取る喜びだったりとかいいプレーする喜びっていうのをこのじゅんれいさんは分かった瞬間もう一歩バレエにハマった瞬間だと思うのでこれからも上手になってそういうプレーが多くなっていけばいいですねバレーボールって繊細で難しいですけど勝った時の喜びって みんなで喜べるし、そういう素敵なスポーツなので、ぜひこれからもハマり続けて、そしてバレーボールをこれからも愛してくれたら、僕も古立先生も嬉しいと思います。じゃあ次はいいブロックを目標に頑張ってください。ありがとね。たくさんのお手紙ありがとうございました。 勝利の法則近藤勝利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 勝利の法則いかがだったでしょうか今日は五つ読んだのかたくさんまあお手紙が来てるっていう証拠ですね本当皆さんありがとうございますこうやって ラジオっていうのはお便りがあってこそ成り立つ仕事だったりもしますので皆様のエール番組スタッフそして僕一同すごくありがたく嬉しく受け止めてますさてここで私近藤勝利からお知らせですえ僕が今もう NOW ですね出演しているカンテレ劇団パッチプロジェクト音楽朗読劇「マインドリマインドアイアム 東京公演が今日から31日までの4日間東京の新宿の木の国屋サザンシアター高島屋で絶賛公演中ですぜひ来てくれたら嬉しいですしちょうど僕が出演する回が明日ですねだから29日にそして30日にあるのでぜひ来てほしいですし感想もこのお便りでもいいですお待ちしております この番組ではあなたからのおたよりもお待ちしておりますそうですねさっき言った感想などもこのおたよりに混ぜてくれてもいいですあなたが今抱えている不安や悩みこんなことを成し遂げたという成功体験のエピソードもお寄せください悩みを解決して成功体験をつかむことでみんなで勝利の法則を見つけていきましょうメッセージはオーディの番組ページのメッセージフォームからどうぞ番組に紹介できなくても全部ちゃんと 読ませていただいてますので、の皆様、ちょっとだけ僕にメッセージを送ったり、何か伝えたいことがあれば、勇気を出して送ってみてください。それでは、来週も木曜夜7時に、Don't give up